はい、こちら松山駅、JR 四国の松山駅に来ておりますが、ここからね、ホテルに泊まりたいんですね。駅近のホテルなんかないかなと探したところ、こちら3分と松山へ徒歩3分、もう目の前に来てますね。こちらに泊まっていてレビューしていこうという動画になります。地下のね、駐車場、地下じゃないな、地上1階が駐車場なので、この駐車場を通り抜けてエントランスに行きましょうという感じで、あんまりね、松山市の方にね、ホテルがね、固まってるんでね、松山駅前のホテルって意外とレアなんですよね、というところで、みきゃんとね、バディさんに出迎えられて、チェックインを済ませまして、こちらのね、アメニティバイキングからいろいろと取ってお部屋に参りましょう。なかなかね、朝ごはんも結構気合が入ってるらしくてね、楽しみですね、というところで、大浴場はないんですけど、松山のって道後温泉の海ですかね、こちらもね、割引で堪能できるというところでね、なかなか気配りが効いてますよね。こちらの部屋かな。入っていきましょう。こちらね、ガチャッと回すタイプですね。カードキーではないやつですね。なので、ポチッと行きまして。これあれか、鍵を刺さなくてもいいやつですね。というところで入ってまいりました。早速ね、カーガーがワン、ツー、スリーとありまして、コンセントがワン、ツーですね。ゴミ箱とエチケット袋的なやつと消臭剤とスリッパ、そしてベッドサイドにもろもろあると。ちょっとね、年季が入ってる感じですよね、この辺はね。ただまあ、これはこれでアットホームな感じがしていいんじゃないでしょうか。グッと最後にもろもろ固まってまして、なんで紙コップ持ってるんだという感じですが、ここにもね、多分アラームセットできる感じですよね。ベッドサイド大事ですね。という感じで、夜ご飯もね、頼めるんだ。なるほど。まあ、これはね、非常に行ったり尽くせりという感じで、このデスクライトはね、なかなかいい感じ。こんな感じでね、リモコン類がギュッとまとまっておりまして、コンセントとお茶パックとドライヤーとティファールですね。はい、ティファールじゃなかったかな、まあいいや。というとこで、あと東芝のエレグザかな、もう横にコンセントがワンツーと冷蔵庫がありますね。こちら空なんで後でくっつけときましょう。はい、で、駅じゃねえや、開くと見えないんですけど、朝になってわかりますが、これね、非常にね、駅近というかトレインビューなんですね。はい、で、まあ冷蔵庫にじゃないや、エレベーターですね。にもありましたが、温泉の案内ですとか、館内サービスのうんちゃらかんちゃら。一応ね、館内にももらってきました。水回りはこんな感じ。まあね、一通りタオルなど、トイレットペーパーなど、歯磨きなどありましてね。まあ、ハンドソープはいいですね。これあれですね。水とお湯をとね、調整するやつですね。たまに熱ってなるやつですね。はい。まあ、それは良しとして、まあ、非常にね、機能的な水回り。まあ、一泊なら全然ね、不自由ないでしょう。まあ、一通り16インチをやっても、まあまあまあ余裕のある感じですね。まあ、椅子はね、高さ調節できないんで、多少ね、デスクワークには向かないかなという感じですが、まあまあまあ。まあ、お昼の時間に行ってきましたんで、電気をポチポチと消していって、とりあえずね、ベッドサイドでメインどころのね、室内灯と、あとベッドサイドのね、ガチャガチャするやつをね、消せるんで、まあ、これはいいポイントですよね。なので、ガチャガチャと消して、おやすみなさいませという感じ。はい。というところでよくあったですね。なんかガタンゴトン聞こえるなと思ったら、そうなんですよ。入り替え線がすぐそこにあるんですよね。というところで、非常にね、まあ、駅近だけあってトレインビューもね、拝められるというところで、私的には非常にいいホテルでしたね。もう多分ね、ここの踏切を渡った先にね、もう一個ね、駅近のホテルあるんですけど、ただね、駅の出口がこっちしかないんで、ここはね、非常にいい立地、てかいいホテルですね。で、朝ごはんやってまいりました。こだわってるらしいですね。というところで、しっかりとね、マスクを取ってバイキング取ってまいりました。結構ね、品揃えありましたよ。なんかね、そう、オレンジジュース、違う、みかんジュースか、わさびおき、じゃこ天とかね。じゃこがね、うまいんですよ。このフライだったりね。この辺のハムとかもね、なんか瀬戸内のものらしいですね。かぼちゃも美味しいし、フルーツも美味しいし。いやね、これはね、非常に大満足の朝ごはん。サンライズを眺めながら、みきゃんにね、でも、お見送りさせられて、はい、させられていただいてですね、失礼しました。はい、お部屋をね、退出しておきましょう。非常にね、眠り心地もよく。そのね、ガタがほとんどさっき言いましたけどね、カーテン閉めてればね、そんな気になりませんよ。という感じですんで、はい、ちょっと戸惑ってますね。チェックアウトしていきましょう。まあ、一応ね、大浴場とかあるわけじゃないんで、館内着がね、お部屋の中だけですよというところで、無事チェックアウトしてまいりました。結構ね、サンルートチェーンいっぱいあるみたいですね。では、こんな感じでね、今回の動画は終わりたいかなと思います。ぜひね、このホテルいいなと思ったらね、泊まってあげてください。っていうことが何でもないんですけど、では、また次の動画でお会いいたしましょう。